皆さんこんにちは。今日はスクラッチでアリスとボブの運命の出会わないを作っていきたいと思います。完成形がこちらになっています。アリスとボブが相手に触れた時にお互い隠れるというプログラムを作るためにどういう行動を書けばいいか説明していきたいと思います。では実際に作っていきましょう。まず猫を削除してアリスを呼びます。で、名前をアリスに直してボブも呼びます。こっちも名前をボブに変更しておきます。で、お互い旗が押された時初期位置に現れて相手に向かってずっと動くと、ずっと X 座標をマイナス10ですね、アリスの場合は。で、同じようにボブも動くんですけど、初期座標がボブのものを使って動く方向は X 座標の正の方向と。で、こうお互いに歩けるようになりましたと。で、お互い相手のことが大好きなので相手に触れると隠れてしまいます。ずっと相手に触れるかどうか気にしていて、もしアリスの場合はボブに触れたら隠れてしまうと。で、それはボブも同じことでアリスに触れると隠れてしまうと。で、これで実行すると片方しか隠れません。今回の場合だとボブがあまりにも早く隠れてしまうのでアリスはボブに触れたかどうか認識することができません。そこで制御の 0.1 秒待つを入れます。で、アリスの方にも 0.1 秒待つを入れて、これで実行するとお互い相手に触れたということを認識して隠れることができます。今日の授業はここまでにしたいと思います。これからも小学校の先生に向けてスクラッチの授業動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。